結構パターン豊富でいらっしゃるんですね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことでマリオの後についていきますか。こんなところ、あ、そっか、あれか、画面が、その扉の向こうからただならぬ気配を感じるぞい。ルイージ君、それでも君はその先へ進む覚悟があるんじゃな。まあそれ進まんとね。そうか、ならば何も言うまい。ルイージ君、わしはここから君の幸運を祈るとするぞい。ではくれぐれも気をつけ。ん？なんじゃ？何？小山博士死んだ。え？何？どうしたの？何が起きたの？てか、暗。あーてか、あれやん。黄金の骨一個しかない。いける？小山博士死んだけど。勝手に小山博士を泣き物にするアユナ。よいしょ。え？これ、できんの？え、できんのや。なるほど。あれ？さっきまでそこにおった。マリー、うえ、びっくりした！やめてや。なんちょっと。え、早い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 。ちょ、待って、私ゆっくりといろんなもの吸いながら生きようやけん、やめてや。なんか外通った？ねえ、なんか、巨大な影が動いたよね、今。え、気のせい？気のせいですか？こんなところをよく、絶対崩れるやん、あのマリオの生き方。あー、やばい！もう戻れない。もう戻れ、誰こんなとこでドーナツ食ったの？どんな場所でもドーナツ食うね。お化けはドーナツ大好き？ま、美味しいけども。美味しいけどもよ、ドーナツ。よいしょ。これ消化器暴走させるのめっちゃ好きなんやけど。え、楽しくない？これは。別に特に何も起こらんのか。あれ？違う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 。こっちか。ん？あ、こっちよね。もう、いいよそれ。もういいよそれ。ちょ、待って。雲たち。もうここに来てハートの回復ね。この、使わんかった分さ、なんか、保存用に置いておきたいんやけど。あれ？何もできんの？え、絶対そこなんかできるやつやん。何？どこに来たの？そんなところに。うわぁ、めっちゃ大量のコウモリ、やば。え、てか、こんなにでかかったっけ、マンション。マンション、ホテル。え？壁キックとかできるんすかね、ルイージ。急激なマリオ要素なんやけど、なんか。急激に普通にマリオのアクション要素出てきたけど。え、何？いけるの？あれ。ルイージ、いけるんすか？あれ。どうやって行くの？どうやって行くんすか？あれ。これ？いや、無理じゃね。え、待って、いけんくね？別の方向から行くしかないんかな？あ、ここから入れるんじゃない？ルイージは地道な生き方で。あれ？いけんやん。え？ん？あ、これはしご？これはしごや。地道に、ちょっとずつ進んでいくわけだね。あれ？びっくりした、上がれんかと思った、一瞬。お兄さんはああやってスイスイ行けるというのに、弟のルイージは。あ、なるほど、キングテレサとの対戦。対決は？屋上！あ、ピーチ姫も助けたやん。逃げよう逃げよう。逃げよう。ほら、もういいよ、キングテレサとか。ほらほら、はい、幸せ。
はい、これで3人は幸せに。おー、小山博士とかちょっとねおったけど、ぐわっはっはっは。ここまでたどり着くとは生意気だぞるイージー。おとなしくこのホテルから逃げ出してやればよかったものを。逃げてよかったんすか。この俺様に歯向かおうとはふざけた真似してくれるじゃねえか。それどころか貴様というやつは今回もこのホテルのお化けたちを。何？スポ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 次から次へと吸い込みまくりやがって。しかもあのホテルオーナーのやつもせっかく捕まえたお前の仲間を逃がしやがってよ。ああ、さっきのおばさん全然役立たずだったじゃないか。どいつもこいつも俺様を舐めてんのか。何言ってるかわからないよ。もうほんと頭に来たもんだからよ。俺様も鉄拳なしだぜ。お、俺様が本気を出せばこいつらをとっ捕まえるぐらいなんてことねえんだよ。みんなまとめて額縁に収めてやるぜ。じゃあ最初からそうすればよかったんじゃないですかね。あ、これ小山博士の。あー、え、4人まとめて絵に入れられる。ちょっとせっかく助けたのにやめてよ。ぐわっはっはっは、いい気味だぜ。さて、あとはお前らを閉じ込めればめでたく絵の完成ってわけだ。あ、全員一緒の絵に入れられるの。待たせて悪かったな、お前たち。さあ、覚悟しやがれ。全員一緒の絵の中ならもう平和なんじゃないかな。でっかー、めっちゃでっか、え、いや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 。二人閉じ込められましたけど。あー、もう何やってんだ。ん？ルイージは入ってないよ。なんだか人数が足りてないような。ええ、私が。ってなんでそこにいるんだよ、ルイージ。そんなね。そんな突っ込みされましても。ぐぐぐ、ふざけやがって。もう絶対に許さんぞ。そんなに俺様に痛みつけられたいのか。いいだろう。お望み通りにしてやるよ。今度こそこれでお前もおしまいだ。観念しやがれ、ルイージ。多分、あっこの、ピーチ姫の両脇のスペースに、ルイージとおばけんが入るはず。ほら、おばけんの存在も忘れちゃいかんよ、キングテレサ。なに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 、なんか来そう。おー、なるほど、光った場所に雷がやってくる。あー、痛い。ちょっと舌で攻撃とか。あ、ちょっとなんなんやろ、これ舌を引っ張ればいいんかな。いい、これはバーストで避けるのか。ちょっと待って、怖いよー。このパターンの繰り返しってことかな？あ、違う、まだある。結構、パターン豊富でいらっしゃるんすね。うわぁ。で、どのタイミングで私は攻撃ができるの？何？どんだけのパターンあるの？ちょっと。これ、絶対ぶつけるやつ。食べた？おお、ちょっと一瞬カービィみたいになったよ、君。あ、なるほど、これで舌を、引っこ抜く。ててて。あ、これもしかして、二人がかり？舌の先っぽが二つに割れちゃうよ。よっ。はっ。イェイ。また戻ってくるんやろ？でも体力書いとった。キングテレサ、体力書いてないよね。何本あるん？うわ、分裂した。意味がわからない。どっち？え、待って、死ぬ。危ねえ。待って。やばー。ちょ、グイージ出てきといて。え、なに、うえい。てか、ハート全然出てこんやん、マジで。なに。ね、ハート全然出てこんねえけど、出せよ、ハート。あ、ちょっとこの真ん中には。ああ！え、今の絶対ぶつかってないって。今の絶対ぶつかってない。目が光っとる方、光ってない方、なんなん？どういう、やばい。どっちが本物かがよくわからないんですけど。痛い。くそ、最後の骨。
最後の骨。長期戦になりそうだな。だってこれ掘れなくなったらまたあれやろう。最初からってことやろう。相手の体力だとか、パターンだとか、いろいろと。そう。おっと。はい、来るよ。あー、ダメや。何お前ら。何してんの。痛い。ちょい。衝撃波。じゃ、今の爆弾のやつでやっつけれてないの結構痛いんじゃないですかね。だって多分あのタイミングしかないよね。やっつけれるの。うぃ、怖い怖い怖い。なに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 ？うぜえ。どっちが本物だよ。そろそろあの爆弾落としてくれてもよくってよ。うぅ、危な。危な。次は？あ、そうそうそう、爆弾爆弾。私にはちょっとぶつけないようにしていただいて、よいしょ。どう？君本物？あ、本物やったっぽい。よかった。めっちゃ一か八かな感じやったけど。よいしょー。はい。そして、はい、グイージもおいで。これ何回やったらいけるかな？よいしょ。ハート出てきた！ね、ハート出てきたよ、ハート。あ、どっちで拾ってもいいんか、別に。おっと。あ、なに？あ、てかさ、うい、なに、そっから？なんだ、なんだ。なんか絵がどんどんでかくなっていく。なに？何してんの？あ、潰される？やめてやめてやめて。え、でか。マンションごと行くんやないん、これ。マンションでか。ああ、マンションごと飲み込まれるって、それ。背景になるよ、絵の。何、どうするの？何、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 助けて。え、これでまた戦闘？マジで？てか、君も飲み込まれるんじゃない？増えた！何、制限時間ついとるやん。何、その制限時間。え、待って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 。ああ！絶対無理やけん。ちょ、目が光ってるのが本物か。痛い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 。え、なんなの？ふざけてんの？いや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 。怖っ。え？ちょ、待って待って待って。あの、一緒にハートとか振らしてくれてもいいんだけど。別に、あの、ね、どう？その辺。ね、あの制限時間何？なんか、思ったより、ゆっくり時間流れるんやけど。思った以上にめちゃくちゃゆっくり時間流れるんやけど、何あれ。横から当たる分には大丈夫なんや、この下。上からじゃないと大丈夫なん？あ、この辺、何何何何やめて。避けれるやん、普通に。うぃー。ちょ、グイージもう一回入れてきて。あの爆弾攻撃マジ無理やね。どれどれが本物？ね、本物いなくな、いぃー、やばねー。あー、これは。骨が欲しかった。骨が欲しかった。てか結局また別々の絵やん、みんな。危険。無理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 。でも全部避けてるっていうこの奇跡ね。素晴らしくね、私。どう避けたのか自分で全くわからねえ。ちょっとちょっとちょっと。あの、逆光で見えにくいんですけど、やめて。どういう感じなんかがちょっと、あの、光りすぎててわかんない。ああ！斜めに飛んでくるのはやめよう。ってか、飛んでくるっていうか、斜めに転がってくるのはちょっとよろしくないよ。なに、次は何？下来た。
私の大嫌いな下攻撃来た。痛い。危ない。ローリング来たよー。はい。はい。あはー、ぶつかった、最後の最後。くっそ。くっそ。ちょっとこの第3段階さ、いつ回復来るかわからんけんやめていただきたいんよねー。痛い。どれが本物だったの？結局、わからないっすけど。どれが本物だったんすか？あー、爆弾。ちょっと待って。ドイツだ、お前か？はい。あー、違った。待って。あー！やばい。なんと答えたけど無理。そこの、ふぅ、めっちゃギリギリで耐えてる。うわぁ。なに、どれ？ドイツだろ、ほい。待って！くっそ。痛いって。危険。超危険だし、ハートがない。わー、さっきの雲たちは一匹もハートは出してくれなかったのかい？もうあと1分しかないんですけど。ちょい。絶対めっちゃ難しいやん。やだー。うわー、斜めに走ってくるのやめてー。難しい。そして定期的にハートをください。あー、怖い。違うんだって。どれだ、どれが本物だか全くわからぬ。その辺ハートない？ある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 。はいはい。あー、くそー、タイミングを間違えた。タイミングを間違えた。私縄跳びも苦手なんよね。一人でやるちっちゃい縄跳びならいいんやけどさ、長縄とかめちゃくちゃ苦手なんよね。痛い。待って、君やった、本物。どうよ。めっちゃ時間ギリギリやったけど、どうよ。ハートが欲しい。ちょっと待って、ね、行くからね。よいしょー。はい、ここでグイジゴイ。ヘイ。あー、ちょ、めっちゃピンチ。重いんだよ。はい。よいしょ。どうよ。まだいけるんじゃない。あー、怖い。食われる。下引っこにっこ。おー。すげえ。吸い込んだ。やったね。頭の上のやつやん。これも宝石の一個なんかな。まあ、そりゃあからさまに宝石ではあったけど。集める宝石のうちの一つ？それは違うんかな。あ、これで元に戻せるってことか。え、これで元に戻せる？私のあのライトパワーは？宝石持ってる場合じゃないよ。おー。さあ、ライト当てよう、ライト。え、何？崩れる？もしかして。何？踏んだり蹴ったりやん。てか、上の方めっちゃ明るいけど、下の方結構暗いね。やっぱりそういう感じやったんかな。途中のあのディスコエリアとか。え？何？バイバイじゃないよ、グイージ。ああ！何？どっか引っかかった？木とか。ああ、お化けん。君飛べるの？飛べるんすか？さすが。さすが。復活した。マンション崩れた。マンションっていうか、ホテル？はい、ここで、みんなを元に戻していく。おー。ピーチ姫復活！2回目、みんな。
ほら、最後は小山博士。はい、出てきた。いや、どうも。このお化けは小山博士のペット？ルイージのペット？で、その宝石は？それに何かやっぱり力があるとかそういうこと？何あれ？あ、お化けやな？あ、お化け。あー！え、みんな飛び立ってったよ。え？みんな出てったけど。おい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 。あ、お化けたちの逆襲が。何？この、え？この宝石で操られてたってこと？お化けたち。そういうこと？何？どうした？悲しげだね。何？喋って。お、みんな。ホテルの立て直しをするということかな。別に操られてたわけではないけど、目的のものがなくなったけんってことかな。あの宝石を持ってるものがなんか力を持つことができる的な。コングラチュレーションズ。ランク C。何？ランクとかあるの？こんな長々とやってきた最後にランクがあるんや。すげえ。へえ。何何何？これがみんなで建て直したホテルやろう。すごいやん。で、これからまた、もしかして小山博士がオーナーになるみたいな。あ、で、お化けはやっぱりルイージの方のペットなんか。あ、グイージはあっちなんやね。一緒に行かないのね。あ、まあ、そういえばなんか、行きしのバスの中にもおったね、お化けん。最初はなんだこれ耳ねえじゃねえかって思ったけど、可愛く見えてきたよ。でも途中から、グーイージが出たあたりから全然出てこんくなったけど、お化けん。活躍の場所が。全然ゆっくりできてないことね、ホテル行ったのに。Bye, everybody. The end! あ、よかった。よかった。平和に終われて。はい、ということで、今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかあの聞いた話によると、私は一番最後ランク C で終わったけど、ランク B とか A とか、そのランクが上がるごとに、あの一番最後の、何？コングラチュレーション？って書いとったところの、ホテルの大きさとか、なんか見た目が変わるっていう話を聞いたけん、すごい人は、もっと豪華やったりとかするんかな。ってことは途中の映像も変わってきたりとかするんか、すげえな。